こんにちは。こんにちは。渡辺です。池田です。はい、ということで今日はどうしましょう。はい、今日は首元すっきり、お団子アレンジをやっていきたいと思います。結構まだ寒くて、首元こうハイネックだったり、私もこうパーカーとか結構コツめというか着ると思うので、その時に使える、あとまあカジュアルな服とかにもおすすめのお団子アレンジになっていますので、あとあれじゃないの、はい、何もスタイリングせんでもできるって感じだよね。そうです、そこです。うんなのでそのままでもできるのでぜひ皆さん寝癖のままでも OK です。はい、 OK です。はい、なのでよかったら参考にしてみてください。はい、それでは動画スタート。バームを使います。爪の甲で取ってこのぐらいの量を使っていきます。髪の毛全体にバームをつけていきます。このぐらいツヤが出ていたら OK です。はじめに耳の高さより少し高めの位置で髪の毛を一つにお団子にまとめます。このぐらいの大きさのお団子にできていれば OK です。上の部分とサイドの表面の部分をほぐしていきます。毛先の部分を2つに分けてねじります。ねじったところも少しほぐしていきます。お団子部分に巻きつけていきます。毛先を横に持ってきてクリップで留めていきます。最後にお団子の部分を2箇所縦にほぐしたら完成です。はい、ということでお疲れ様でした。ありがとうございます、はい、今日のポイントなんですけど、最初に結ぶお団子の時にしっかり結構ゴムで結ぶのが形も崩れないかなりポイントになりますので、まあだからこのシリコンやったら3周ぐらいが予想したよね。ちゃっても、はい、結構きつめにやる方がお団子的にはいいかなと思いますので、まあ、それでやってもらうと、あと長さ的には、うん、まあ、セミロングぐらいは胸この辺りぐらいある方がある長さが一番やりやすいかな。短かったらちょっと難しいかもはい、知れないですね。なのでまあ多分こう ねじったんですけど、まあねじるんだったらこれが長かったので、ねじらなければこう、ね、このぐらいでもいけそうじゃん。くるっと巻きつけるだけ、くるっと巻きつけるだけだったら多分鎖骨下、はい、ミディアムとかでもいけるかなと思いますので、ただやっぱ長い方がなんかよりルーズに見えやすい。そうです、ルーズ感が出るんですよね、うん、なのでまあちょっと長めの方がまあおすすめかと思いますので、よかったら皆さん参考にしてみてください。この動画がよかったらいいねボタンとあとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画で会いましょう。さよなら。